なんかいろんなケーキが今あるんだね。なんか青色のケーキもありがとう、ショートケーキもありがとう。モンブランはちょっと食べたことないです。ショートケーキありがとうございます。結婚しておくだりです。今日もありがとう、来てくれて。周年もありがとう。ショートケーキありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は公園行きましょう。お、楽しんでいただけて何よりです。虹色のサイリーもありがとうございます。だるまありがとうございます。流れ星ありがとうございます。周年ねえ、ココハも見つけれて嬉しかった。わあ嬉しい、いると思って手を振り合えたよ、手を振り合えたよ。コンサートでもね、嬉しかった、見つけれて。モンブランありがとうございます。25日、わめっちゃ久しぶりじゃない、嬉しい、待ってるね。コンサートに来ないね、コンサートはありがとうね、よく頑張ってありがとう。客席だったから、そうね、そうだ。何のケーキが好きですか。フォンダンショコラ。周年こちらね、隣の人にさサイリウムから教えてたでしょ、何の曲だっけな、研究生楽曲だったと思うんだけどさあの隣のさ人にさサイリウム教えてたでしょ、見てた。初日3回でも、お嬉しい。ショートケーキ10個ありがとう。コンサート付きのありがとう。こちらこそありがとう。制服のみ超楽ね、同じくマジで超楽しかったハートありがとうございます。こんばんに、モンブランありがとうございます。はしゃれとこちらこそ、いつかこんお疲れ様ありがとう。花の生誕見に行きました、ありがとう。初日のカメコでね、でもさ悔しかった、なんか逆側多くて、そうそっち側あんまいなくて悔しかった。25の目当たってよ、お待ってるよ、ここはサイリームで焦りまくってました。お互いニヤニヤしちゃったね、練り歩き。流れ星ありがとうございます。最終日には12期 DD ここにいますですけど、そうなんだ、悔しい。写真、いやもう全然もう待ちますと思う。さあ青黄緑だよ、うん。キョンシークマちゃんありがとうございます。あミオさん推しなんだ、嬉しい。仲良しだからココハもよろしくショートケーキありがとうございます。結婚してお二人かける10です、ありがとう。いいのダンス、大きいダンスでかっこ、うわ嬉しい。いや今日も楽しすぎましたね、普通に。最終日の戦闘は音の世界だ、やった立ち見じね、立ち見めっちゃ楽しそうだった3日間楽しい、わ嬉しい。レインボースターありがとうございます。今日はもう早く寝るかわからないですけどよく寝ます。配信日ありがとう。ココミンね大丈夫、ほぼセンターだったから取れ、あ本当によかった。昨日も2時13、うん全然大丈夫。キューピットクマちゃんありがとう。緑の誰もありがとうございます。楽しかったよ、お疲れさん、ありがとう。ご飯のパフォーマンスかっこよすぎ、最高に嬉しい。それはいっぱい撮影してありがとう。さっきもケーキ、やっぱここはね、ちょっとそう、それで思い出した、イヤホン片方だけなくしたの。なんかさどこでなくしたんだろう。でも今日朝レッスン場で片耳だけイヤホンつけてやってて、でそっちのがなくなってるんですよ。でそっから帰るまで使ってないからイヤホン出身上にあるかなと思って、もう帰ってきて一人だったんですよ、誰もいなくて、一人でちょっと探したけどなくて悲しい。キミちゃんのバブル、そう登場したの、一緒にお弁当食べた。練り焼きにここもなかったからマリちゃんにここはーって違うからね。センターの気持ち嬉しい。そう
みんなにねセンター見てもらえて嬉しいです。レインボーサイリーもありがとうございます。思い出以上もありがとう。昨日ゆっくり寝たいと思います。うん、なんかシュークリームありがとう。前もゆっくり寝て。そうね、みんな寝てね。後ろからもありがとう。落ち着いたらありがとうね。こんばんは。劇場でめちゃ目がいくダンスうますぎです。嬉しい。もういたというかなくしちゃった。だからもどこに行こうかって。ありがとう下手ね。下手高さね。高さはもうね一番って言っていいほど頑張ってますね。あれあれ願っちゃうよ。そうだ、後輩ができるんだそう、それはね知ってたんですけど、その日に知ったんですけど、まあそう発表の時にはもう知ってたんですけど、でも楽しみですね。なんかやっぱりね、こんな楽しいからぜひ。なんか私もオーディション12期生は18歳までで、18歳の時に私もオーディション受けたので、なんかまあ年齢も上がりましたし、なんか一度諦めてしまった人とかもいると思うんですけど、なんかいろんな方が来ていい思い出に、思い出というかなんていうかいい挑戦になればいいですよね。こんな今も楽しいから、大変なことももちろんあるんですけど楽しいから、本当になんか一緒に楽しめる仲間が増えるのは嬉しいですね。マリンちゃんマウントおもろかった。周年婚どこのどの曲もココハさんはすぐ見つけ、嬉しい、会えて嬉しかった。客席席良すぎだね、びっくりした。双眼鏡センターに気づいてんちゃん、嬉しい。ソラブリンさんとは周年で2日目だっけ、今日は絶対写真撮りましょうねって約束してたので撮りましたハートありがとうございます。結婚してお二人です。こんばんは。やばいですよね本当に。大岡さんと優香さんにもでもたくさんね、いい経験をさせてもらいました。拗ねながらもね楽しかったですになっちゃうよ足が好き、ありがとう。ここ増えたらやばいね。言って電車降りたら、もうお酒飲める年だか開始、うおーすげえ。見せるの見てないかも。え、なそうだっけ。広島来たらいいね。なんて呼ばれるかな、ね、なんかめっちゃ気持ちわかるから寄り添えるかもコカちゃん探したらセンターだね。嬉しい、嬉しすぎ。ココハタンさん、ココハタンはもう呼ばれてないのよのケーキある19話に行ける。うわっ、やっと来てくれるんだね。待ってるよギリ知り合いを切れる。いや何でもいいけど呼ばれるのは結婚してお断りです。推しができると改めて、じゃあ13期に推しできないでねマリさんめっちゃお、いいね全体曲近、ありがとう。かめこさんね、かめこさんたちありがとう。推しが尊い、ありがとうございます。みおさんとはね一緒にいましたよ。コンサート期間も割と入れるときは、今日も一緒にいた朝そう今日も朝一緒にいました。3回から嬉しい。マリさん話もいいね。シュークリームありがとうございます
ハートありがとうございます。アンコールでミヤタンとイチャイチャしてたのをバチッと取りまくったよ。いやまあまあまあ、いつもの方がイチャイチャしてますから。全然ね、たった一日で一応ボロボロになっちゃったから作る。え、楽しみ。年齢秘密で。チケホル嬉しい、チケホル嬉しい。幕張待ってるね、ありがとう。昨日は制服のめ込まれ楽しかった、ね、お嬉しい、たくさん来てくれてありがとう。男でした、やばい、おもろい。いつは嬉しい、会いに行く、会いに行かないかと会話すること。でもさ、まかわり今回さ、もう次しかないから来てくれるってことかな。それはすごい、なんかあのアバターといい、名前の後の絵文字といい、雰囲気変わったね。スタジオに見てます、ありがとう。週末ね、幕張も楽しみ。ハートありがとうございます。くまちゃんありがとう。そういえば写真集ありがとう、見ました。会社のあの人に伝えたけど見たよって。バブルズなのでよく見ます。あ、バブルよく登場できてる、やるし。大人の世界のセンター見た時嬉しくて泣いた。嬉しい、なんかみんなが喜んでくれることが一番ですね。なんか自分がどうというよりも X ね、ありがたい。わ、チケホールありがとう。ジュラテラボしてた。石井さんのファンがコアちゃんと仲いいのを知って会いに行く。おえー、待ってます。おしが、あ、戻った。またショットケーキハートありがとうございます。千葉住みなのに幕張行かないで、なぜか。ありがとう、会いに来てくれるだけで嬉しいよ。あ、コメントたどり着いた。 S 公園、 K2 公園、 E 公園、どの公園が好きですか？全部好き。なんか全部好きすぎて困っちゃう。でマジ今日本当に、昨日も今日も本当に楽しくて、もうなんかただただ楽しんでたって感じですね、もう。あ、ナッキーさんの X はなんかナッキーさんが写真撮ってたので、あの写り込みに行きました。そしたらあげてくれてて嬉しかった。チケホール、お待ってます。89になってて、うおーってなったけどね、ーねー。ほんとね、ありがとう、待ってるね、ありがとう。そっか、ラブリンさんってそうだよね、最後まではいないよね。76とか7までなのかな。出た、やばい。でも全部好きなんだもん、本当に公演なんか違う良さがあるから、なんとか部門とかならさ、なんか選べるかもしれないけどさ、無理だよそんな選べ。出てみたらわかるけどね、もうほんと全部楽しいから。去年の周年コン広めセンターで好きになってからの今年の周年コンセンター、うわー嬉しすぎ。最近ビジさらに強くなったなって思ってます。見てないでしょ。嘘、ありがとう。楽しいのね、それがなんか伝われば一番いいのかなとも思ってるし。11月頃に公演、お待ってるね。北海道も行かなければ大丈夫。やばいやばい、フラグ立ってる、フラグ立ってるから。あ、6部、やっぱ6部とかか、そうだよね。じゃあごめんね、ちょっと2部待ってて、ありがとう、嬉しい。お、新しいケーキ、なんだろうね、これはかぼちゃケーキみたいな。ありがとうございます。そう、今回幕張ね2日しかないんですよ。しかも一番最初なんかね、謎ですよね。5日間連続本当にお疲れ様です。本当にメンバーねー、なんかみんなすごいよね。もう公演多いのマジで魅力です。もう全部出たいです。楽しすぎて何回も行きたくなっちゃうね。制服の目が一、あ嬉しい、全校出てくれね、ほんと出たい、楽しすぎて。ハートありがとうございます。モブ編集ありがとう。ハードワークやばい。あぞい幕張9月、
あすごいシュークリーム10個いっぱい飛んできた、ありがとう。あ、ツーショット、ツーショットもあるんだ、めっちゃいい撮ってるから、うわ嬉しい、待ってるね。全然疲れないの、なんかもちろんめっちゃ疲れてるんですけど、始まっちゃえばなんかもう疲れとかのレベルじゃないかも、なんかもうその領域じゃないかも楽しいって感じ、なんか普通に楽しんでるな。それなんか始まるまーってはさ、やっぱ眠いなとか思うけど、始まっちゃえばもう楽しんでるからって感じかな。そんな感じです疲れないわけではない、そんな体力お化けじゃない、だから先輩とか本当にすごいなって思う、体力でもだんだん体力もついてきたかなって思ってます。ちょっと K2 の衣装似合いますか、本当ですか、なんか個人的には全部似合ってる衣装全部10回以上、うわすごい嬉しい、またこっちだったね絶対、23の、あ時間がないもん、やったー、待ってます、イエー、今日最善、今日最善イエーありがとね。コンサート舞台裏で迷子になってなーい、鉄なね、言っといてココアちゃん出してって楽しそうにしてる姿を見られる幸せ、うわ嬉しい、差し入れケータリング美味しいものあった、おやつカルパス無限に食べてたマジでなんか美味しすぎて、普段なんか自分であんま食べないから美味しすぎて、今日もめちゃめちゃ楽しんでる、わ嬉しい、めっちゃ楽しかったもんね、2日も気づいちゃったよ、2日も気づいちゃって嬉しかったよ、はじめましてホーラさんとねお話できなかった、いやまだ若いから大丈夫ね、そう若いから緊張しなかった、全部やってるよ、出たやめてさっきから、ほんと出たばっかりじゃない、確かにね今のチームもたくさん、みよみきさんやばすぎだからね、確かに目指せみよみきさんだね、モンブランありがとうございます、見れへんくて、うん、一緒の写真全部カメラを知り合い、うれしい、2月まで同じ、おやったー、そういえばね今日ねやっとマックの三角チョコパイ食べたの、なんかそうなんか周年前になんか1回は食べようかなって思ってたの、まあなんか我慢するんじゃなくて、でもなんか普通に時間なくて食べれなくてなんか普通に時間がなくて食べれなくてね、そうだから今日やっと食べました、嬉しい、でなんか三角チョコパイって熱々かマジ冷凍のどっちかが美味しくて、どっちも美味しく、その2つの食べ方が美味しくて、そうだから今1個冷凍してるマジおすすめ、去年とか冷凍してた結構よく、そうマジで周年終わったんだなって感じ、なんか今日まで割と周年周年だったココア的に、怒られたら嬉しいド M だ、亀子さんの画像をね保存してるお気に入りなやつ、周年と三角チョコパイイコールなの、かわいい、何個でも1個1個かわいくなりました、ありがとう、いやあのチョコキャラメルだったから食べないかな、芋は、食べるのむずいよね、冷凍マジおいしいよ、やってみて、食べるのむずいよね、冷凍ガチおいしい、ショートケーキありがとうございます。
そうやっと食べれた。マジで本当食べたかったんだけど、割とそれどころではなかったので、やっと食べれました。あげー、ありがとうございます。冷凍マジ美味しい。焼き芋ね、まあ食べ、なんか焼き芋食べるならチョコ食べたいってなっちゃう。毎回そうなっちゃう。わかる。パン屋さんとかにチョコパイあったら取っちゃうよね。わかる、取っちゃう、買っちゃうよね。自分も終年の日はしれっと仕事やば。よく寝てみんな。カジケンマリンちゃん寝た。あ、ココハさん、なんだっけ、終年で販売してたじゃないですか、キラキラのカードが当たるやつ。カジケンのキラキラのカードもらった、マリンさんとミオさんから。チョコレートうまい。ご連投お疲れ、ありがとう。シュークリームありがとうございます。食感が良くなるチョコ、流れ星ありがとうございます。でもわかる、ここはもうなんか甘いものたくさん食べれなくて、油とかもたくさん食べれなくて、そうなんだけどチョコパイは食べちゃうね。ショートケーキありがとうございます。冷凍天才だよ。2日でちょっと梅感じるよね、感じるよね。でもさ、だからやっぱサイリウムすごいなって思って、なんか2階の席周年で、2階とか3階のとかもめっちゃ見えましたね。なんかしかもマリンさんのサイリームとココアのサイリーム一緒に振ってくれてる人が2階にいる時と3階にいる日があって、多分同じ人だなっていうのをなんか分かんないよ、本当に同じ人か分かんないけどさ、そういう人がいたからさ、あ、多分同じ人だなとかさ、なんか姿見えなくてもね、顔が表情まで見れなくてもなんか分かるの面白いなと思って。キラキラカード、いつか働いただけ偉い。油そば美味しいよね。3回も全然、もうなんかめっちゃ見つけれた。なんか多分ココアのサイリーム振ってくれてた人は全員見つけれた、全員に手振った、サイリーム振ってくれてる人。だからサイリーム振ってたのに手振ってくれてないって思った人、多分ココアが振った時に見てなかったとか、そういう感じだと思う。マジ見えてた。なんかね、うちわにみおまるさん推しの方で、光るうちわになんか赤でね、多分みおって書いてたのかな、うちわ持ってたが、多分3日書いたんだけど、3日目ちょっとチカチカしてた電源が。カジキンキャンペーンね、ここ推しは送っても何もない、ごめんなさい。研究生はねちょっと参加してなくて。マリンさん推しの方で来てくれる方も多いですね、振ってくれたり。サイリウムマジで見えてますね。3回とかも行きたかった、2回最高です。いやもう全部見えてる、本当に結構割とガチで3階からとか見てみたいな、すぐ見つけれた。ね、会いたかった、見つけた。ジオいたよ、センター嬉しい。うわー喜んでくれてありがとう。キメさんがずっと口を止められてたから、確かに。でもなんか油そばね、初めて食べたけど美味しいね。だからまあ皆さん推しメンのチームを悔いなく応援しきってくださいもうすぐなのでね。3本はなんか ホルダーペンライトホルダー、なんか3本ガッチャンコできるやつで振ってくれてる人が多いかな、多分。スガキヤも食べたことない
ぬれ菌症だね。確かにフォーメーション3回とか見えるのか。身長書いても見えやすいよね、見つけやすいよね。あ、お昼もカジケン、ナイスカジケン。どこにいても、あ、なんか2回3回とか行ってみたかったな。1回も行ってなくて、なんかそうリハーサルとかもねやったんですけど、現地でね。心拍数今回、あ、心拍数の話しましょう。心拍数今回周年では12期生は参加してないので、リハをね一回客席から見たんですよ。なんかすげーと思ってそうだから1階席からはこう見たんですけど、2階3階からとかも確かに見てみたかったか。手持ちして待つ、ナイス、わしづかみありがとう。確かに健康診断やばいかもね、みんなそう、そして今日は告白心拍数やりました。あまりの美しさの発表、嬉しい劇場ってかチームで初披露の日に参加できてとっても嬉しかったですね。そう、周年でも12期生はやってないので私としては初披露だったんですけど、なんかもう一曲でめっちゃ疲れたでもなんか楽しかったから、なんかもっとなんか上手に踊れたらもっと楽しいんだろうなって感じなので、なんか上手になります。心拍数3本触れるアイテム、ぜひ。告白心拍数やばい、告白心拍数やばい、すぎ。ヒロは嬉しい、見てくれてありがとうね。そう、心拍数やりました今日。どっちの出る電話番組まず、あ、ミホルさん確かにビューティフルもやりました。アーカイブ、心拍数はナッキーさんのポジションをやりました。心拍数ぜひ劇場で見に来てください。アーカイブぜひ。やばい、どうなんだろう、なんか記憶なくて本当になんか記憶なくて、自分の心拍数がどうだったか分かんないので、あと何分後かな、20分後とかですか、0時まで分かんないですけど、なんか一緒に確認しましょう。ここ話心拍数わかんない、どうだったんだろう、もう記憶がなくて、普通に気づいたらなんか疲れて終わってたな。でも楽しかったですけど、なんかもっと上手に踊れたらいいですね。心拍数高め、お、嬉しい。難しかったですよ、でもなんか今日ね、なんかママが今日見るねみたいな、 DMM で公演見るねみたいな、できそう、今日告白心拍数は初披露なんだよねみたいな言ったら、難しくてココハが心配になった、笑ってきてなんだいそれはと思ってね。まあねやっぱママなので、ずっとねダンスを始めた頃から見てるので、私がダンスを苦手ということは多分分かっているので、心配になる気持ちも分かりますがなんとかできました。ハートありがとうございます。心拍数見てください。まあね、分かる、普通踊れないもん、ここハってマジで頑張んなきゃ踊れないよ、本当にね、なんか本当に下手こそだからねよかった、うわ嬉しい、ありがとう。苦手ですよ、頑張んないとできない。2階席から、うわ嬉しい、よかったよ。でも振り覚えは本当に早くなりました。なんか
周りの人からも言われるぐらい早くなった振り覚えは自分でも早い。頑張っても踊れないです、やばい。踊れるイメージしかない、嬉しい。そう、踊れる人になれるようにしている。確かになんかね、そう今日ね、なんかいいの先輩も優しくて5日連続お疲れ様って言ってくれて、最後の集合写真ね、あの十二期ちゃん5日連続お疲れ様前行きなって言ってくれて、そう歌詞もやばいよね、むずいよね。ダンスできる子と見てくれてたらもうね、最高に目標達成している。めっちゃ成長した、嬉しい。なんか嬉しい、成長したって言われるの嬉しいわ。 AMV 解説とか見たいな。ユニットかきらなも一緒に頑張りました、本当に5日連続でしたけど、なんかもうマジ楽しかった。楽しすぎた、普通に毎日公演でいいぐらい楽しかったです、この5日間を通して。久しぶりパフォーマンス見て初めて、嬉しい、ハートありがとうございます。歌もね楽しい。シュークリームありがとうございます。そう楽しかったです。気にせんでるのって言われたら喜んじゃうぐらいですね。デビューの公演に来たとか嬉しい。11月ぜひ劇場来てね。ね、心拍数 のタイプ C に収録されてる12期の特典映像好評で嬉しいめっちゃ好評で嬉しいね。キミちゃんのバブル登場したよ。そうバブルの動画撮ったら映ってくれるってもちろんですよという感じで、一緒にお弁当を食べてたんですけど登場しました。これだしね、なんかソロパートあるの本当に嬉しい。朝何時集合だったの？あ、特典映像？何時だっけな？あんまり覚えてないな早かったけどね。魚ね、なんか怖かった。あ、なんか普通にさ、なんか生の魚生きてなかったら触れるのに。ご連勤お疲れ。めっちゃ細かく解説して防御しろ、いまいちすごいな、わかるけど。キミさんのバブル撮ってないよ、登場したよって。私がニワトリ頑張ったし、結構長かったかもバス。あんまり覚えてない、覚えてないけど。釣りとか行かなきゃ。え、そう、生きてる魚マジ触ったことなくて怖かった。でもなんか周年とかも同期といる時間が長くて、なんとかみんなで乗り切りました本当にね、なんか本当にほぼほぼ初めてやる曲だったので、なんか曲数少ないとはいえ段落です。本当に本当に一段落です。特定図ねえ、家じゃないよ。美女進化してる、ありがとう。ああ、そうだ、発表しようと思ってた、忘れてた。あのね、周年で一番こう一番好きな曲は、メールで言ってたじゃないですか、
好きな曲できましたみたいな、周年終わったら発表しますみたいな。覚えてないか、覚えてない、そんなこと言ってたことは。みんな覚えてない、覚えてないね、覚えてないね覚えてないかもしれないんですけど、そういうの言ってたんですけど、それはですね、それはあの日のシークレットベースです。自分がやってない曲いやでもマジ一番好きすぎて、でもなんか鬼滅ブロック、鬼滅シャッフル曲ブロックでの曲でやってた曲結構本当に全部好きで、あの日のシークレットベースがでもマジでなんかめっちゃ好きでしたね、一番好き。でもなんだっけな、ソマリンサオリメン、なんて言おうとしたっけ、奇跡の流星群とかも好きだったし、あとねなんかね、なんだっけな、あれ、頭終わんない、反射的スルーの AB メロもめっちゃ好き、いやまあサビも好きなんですけど AB メロが特に好きですね。なんかあの日の、いや違う、奇跡の流星群はなんかイズニーさんがセンターっていうのも相まって好きでした。なんか似合っててすごく、確かにね、今後好きになって曲もまたたくさん踊れたら嬉しい。万華鏡もやってたね。あとはでもなんか無意識の色がずっとやりたかったので無意識の色できて嬉しかった。でもなんかね、聞いてほしい1個エピソードがあって、12期生はまだ8時アウトが3人いるんですよ。で無意識の色の感想部分って1列になってカノン順番にねやっていく振りなんですけど、私の前の人と後ろの人がいなくなっちゃって8時アウトで、でね、だからなんか立ち位置間違えた人みたいになってるたと思うんですけど、マジ間違えてなくてそうでも前にも後ろにも人いなくてね、一人ポツンとねこうみんなから離れた場所にいてね、で一人で感想やっててね、多分まあなんかでも不思議に思う人いなかったかな、いないなら言わない方がよかったかな、いやでもまあ間違えてませんよということです。あ、名探偵ね、よかったよね。確かにリクワとか虫歯マジ歌いたかったってなったねえマジで、あの間違えてませんなんかさ、本当になんか、あ、違和感あった。なんかね、しかもこう段に乗ってないこう平場の方とも番号が違うんですよ、段の人って。全員で一列じゃなくて段の上の人で一列、平場の人で一列みたいな感じだから本当に孤立してたのね。なんかもうやるしかないと思って。名探偵の衣装誰だっけな、写真に写ってないかな、名前いい声扱い、ありがとうございます。名探偵のメガネ、そう昨日もなんか制服ドーム公演で MC でも話してたんですけど、あ、そうそう話してたんですけど、あのアンズさんがねメガネを、でメガネなんかかけようともかけたくない、かけたくないっていうかかけないぞとも思ってなくて別に、そうだからちょっとかけてみました。土日の情報早く赤い海見てくれるの、25当たりました、お待ってます。メガネかけてました。でも名探偵はマジで帽子が取れそうすぎて一人でめっちゃヒヤヒヤしてた。
大満足だめ、わー嬉しい、そう言っていただけて、あとでチーム M DM、 あ嬉しい、また会いに来てね。メガネ、メガネ、そうメガネ、メガネしました。地域の先輩かけてなかったね、名探偵、そう名探偵っぽいしね、メガネあった方がね、かけてみました。こんばんは、ちょっと髪の毛なくなっちゃうよ、アーカイス動画、こんばんは、今何分ですか、ちなみに、ちなみに、ちなみに、あ58分、やば、ちょうどじゃん、今日も5日間ね、ありがとうございました。また幕張があっていい公演があってしたら、また3日間公演があるのかな、23、24、25とか、エスコインも出させてくれよって感じなんですけどねまあでもたくさん公演出れるのでよかったら、まあ生誕とかもあるんですけど、よかったら見に来てくださいね、全部出させてよねでは皆さんもなんかしっかり休んでください。おやすみなさい。楽しかったです。公演の感想とかもぜひ言ってくれると喜びます。バイバーイ。バイバーイ。